整備新幹線、北陸新幹線、北陸新幹線、鶴ヶ伊勢のルート選定この項目では、北陸新幹線のうち、鶴ヶ駅から大阪市までのルート選定に関する議論について記す。北陸新幹線の路線図、北陸新幹線は、1973年に、全国新幹線鉄道整備法に基づき、高崎市付近、長野市付近、小浜市付近を経由し、 東京と大阪を結ぶ路線として整備計画が決定された。このうち東京駅から金沢駅が2015年までに順次開業し、金沢駅から鶴ヶ駅は2023年春の開業を目指し建設中である。残る鶴ヶ駅から大阪に至るルートの選定にあたり、整備計画通り小浜市を経由するか、あるいは鶴ヶから大阪方面へと短絡する。 琵琶湖西岸、または東岸を通るか、さらに、京都府北部や関西文化学術研究都市を経由するか、複数の案が取り沙汰され、福井県、京都府、滋賀県による誘致活動に加え、山陰新幹線構想、開業を急ぐ関西広域連合や、経済界、営業主体の西日本旅客鉄道の意見など、2012年に、鶴ヶ伊島のルートが着工して、以降、 議論が続けられた。2016年12月、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの検討委員会は、福井県小浜市から南下して、京都駅につなぐ、大浜、京都ルートが適切とする、中間報告をまとめ、与党 PT はそれに沿って、大浜、京都ルートを正式採用、京都から新大阪間のルートにおいては、2017年3月7日に、 与党 PT の検討委員会が京都府南部を経由する南マーリアン採用を大筋で了承を経て約1週間後の3月15日には与党 PT として正式採用している国土交通大臣から建設主体として指名を受けている鉄道運輸機構は外略ルートとなる区域について環境影響評価法に基づく計画段階環境配慮書を2019年に 公表した。計画段階環境配慮所では、鶴ヶ駅、小浜市付近、京都駅、京田辺市付近、新大阪駅に駅の設置を想定する。議論の素状に上ったルート案としては、大まかに以下の5案に分けることができる。このうち、当初から検討されていたのは、オバ浜、前原の2案で、個才がフル企画として検討され始めたのは2009年、オバ浜案のアリューとも言える。 オバマ、京都あるいは、マイズルの2案は2015年に入って検討が始まったものである。なお、大阪側の終点については、自由民主党、公明党の検討委員会が新大阪駅とする前提で議論を進められたことを踏まえ、比較のために新大阪駅終着に統一して記し、その他の案については、以下の文中で触れることとする。AB 車庫線、改線整備費として、 1> 約千五百億円を含む。国土交通省資料では、東海道新幹線のリーレの場合の試算は、行われていない。関西広域連合の試算では、同資料での、マイバラルートの試算資料では、建設延長四四十キロメートル、概算建設費五千百億円、所要時間四十五分五十分、輸送密度は、約三万三千人、日、約二万八千人、日。 A.B. 東小浜駅を想定東舞鶴駅を想定若狭ルートとも称される。小浜から丹波高知を南北に貫く長大トンネルで一気に大阪を目指す。おおむね現在の古西線に沿うルートで京都駅から新大阪駅間は既存の東海道新幹線を活用する想定としている。もともとはフリーゲージトレイン等により古西線そのものを利用する計画としていたが、 2009年7月に、同年9月より、若狭、舞原、古西の3ルートについて、航空写真による測量を開始する予定と報じられて、以降、他の2ルート同様、フル規格による整備と解釈された。現在の北陸本線沿いのルートで、舞原駅で東海道新幹線に乗り入れるケースと、舞原駅で東海道新幹線に乗り換えるケースの両方が、想定されていた。 2015年8月までに JR 西日本社内の勉強会で、前原ルートが前原止まりになった際のデメリットを考慮し検討されていることが明らかになった案。オバマルートの変形案でオバマ市から京都市に南下し、京都駅から新大阪駅間は東海道新幹線とは別線を建設する。参議院議員の西田昌司の試案である。 舞鶴から関空までつなぐ近畿中間新幹線が西田が与党 PT 検討委員会委員長に就任したことで委員長案として訴状に上ったもの大阪市から関西国際空港までは北陸新幹線と別に検討されるオバマルートの変形案でオバマ市からさらに舞鶴市まで精神し山陰本線沿いに京都市に南か京都駅から新大阪駅間は 東海道新幹線とは別線を建設する。大阪側の終着駅については、新大阪駅とする案、南のターミナルである天王寺駅とする案、さらには大阪市内から関西国際空港まで延伸する案などが取り沙汰されたが、山陽新幹線等との接続の良さが決め手となり、新大阪駅とする方針になった。 北陸新幹線の関西空港への延伸については、関西経済連合会や京都府、福井商工会議所が要望を出しており、JR 西日本や大阪府はまずは新大阪までつなぎ、その後に、関空へのアクセスを議論するという2段階にすべきだと主張した。また、2017年6月2日に、 大津市で開かれた中部県知事会議において、福井県の西川一誠知事は、北陸、中京新幹線も整備検討を提案しているが、まずは北陸新幹線に全力を注ぐべきだ。両睨みの作戦は足を救われる恐れがあるとの関係者の声があり、滋賀県議会議員からも、オバマ、京都ルートを下した西川知事から提案されるとは、と、戸惑いの声もある。京都、 大阪側の刺激ともなりかねないが、福井県幹部は、北陸新幹線の全線整備が最優先の課題。その上で、北陸、中京新幹線も、山陰や四国に乗り遅れないよう、整備計画への格上げに向けた準備を進めておく、必要があるも述べている。整備計画決定前には、いわゆる、前原ルートが、有力視されており、 鉄道ジャーナル1988年12月号、整備新幹線の経緯を帰り見る中に掲載された全館法制定前の国、国鉄、自民党、国鉄基本問題調査会、鉄道公団による新幹線建設計画の構想図はすべて、琵琶湖東岸を通るルートで描かれていた。しかし、1972年に、当時の福井県知事である中川平太優が、 田中角栄首相へと陳情を重ねた結果、整備計画では、オバマ経由が明記されることになった。整備計画で、オバマ経由が明記された後、琵琶湖東岸を通るルートは、北陸、中京新幹線として、整備計画決定2日後の1973年11月15日に、基本計画が公示された。 2000年の第3回全国旅客総流動調査をもとにした北陸線、湖西線特急利用者の利用動向では京都駅で上行する利用者が全体の約2割に上るが大浜ルートでは京都府内の駅は京都駅から約 20km 離れた亀岡市内に建設される予定であり、工述する関西広域連合による検討では1日あたりの利用客数が コサイルートと比べて約5000人、米原ルートと比べると約7000人を少ないという試算結果が出された。そのため、オバマルートでは主たる受益者と想定される福井県民ですら意見が分かれており、2009年8月に福井新聞社が福井県民に実施した世論調査によると、ナ南ではオバマルート、霊北では米原ルート支持が多かったものの、 三ルートともに割強で大差ないという結果であった。前原ルートが訴状に乗るようになったのは、1999年、当時 JR 西日本社長であった南谷章二郎が、上越と山間着工に際してのヒアリングで、建設費や工事の難易度から前原経由が現実的ではないかと発言したことによる。南谷の後任である柿内剛も2004年、 東山金沢観着工に際してのヒアリングで建設費が安い前原ルートが良いと発言している。ただし、2005年には政府与党プロジェクトチーム座長であった久間昭夫が前原につなぐと JR 東海の収益になってしまい JR 西日本が難色を示すなど課題は多いようだと発言した。また、2014年には当時社長の真鍋忠史が 運行管理システムの違いや東海道新幹線のダイヤの空きという点から現実的だろうかと前原ルートに疑問を呈した。ちなみに、真鍋は2015年2月日本経済新聞の取材に対して関西経済界にはフル企画で早く大阪まで延伸できるようもっと声を上げてもらいたいとコメントした。東海道新幹線を要する JR 東海は 2015年7月、社長の継げ安秀が会見で、政府と JR 西日本が主体となり検討する、現時点で数分おきに運行している、東海道新幹線への乗り入れは難しいと表明した。2002年、国鉄 OB で当時自由民主党の整備新幹線建設促進特別委員会の委員長を務めていた野沢多蔵が、福井市で費用対効果の面から、 マイバラルートを採用すべきだと発言。2005年には森吉郎は福井県にはオ浜バマ周りは諦めてもらう。あうんの呼吸でマイバラまでがみんなの気持ちと発言。以来森はマイバラルートが望ましい胸の発言を行っている。北国新聞が2008年に行ったインタビューの中で森は北陸新幹線をマイバラで 東海道新幹線に接続させ、場合によっては、東海道新幹線とは別の線路を敷いた上で、大阪駅もしくは新大阪駅を経由し、関西国際空港へ直結させるという考えを語った。マイバラルートによる建設費の圧縮に加え、京都や滋賀からの関西国際空港へのアクセスが飛躍的に向上することが期待できるとしている。石川県では、 2015年7月に県選出の参議院議員である岡田直樹が現実的には前原につなぐのが有力な選択肢と表明。同年10月に県議会で前原ルートに決定するよう国に求める決議を採択した。また2015年6月には富山県知事の石井隆一が富山や石川の人は京都に入って大阪に行きたい。 大阪に先に入って、京都に戻るというわけにはいかないという要望もある、として、京都を経営するルートでの整備を求めた。滋賀県では、2006年には、長浜市長選挙で、前原ルート推進を公約に掲げた、川島信也が当選の選挙で、落選、2008年には、福茂県境交流促進協議会に属する9つの、滋賀県の自治体が、 同窓会の赤城前原ルート指示を鮮明にし、若狭ルート沿線のオバマ市長もこれに同調したと報道されている。2010年1月には、滋賀県選出の民主党国会議員の奥村殿さん、徳永久氏が北陸新幹線の滋賀県内への延伸受け入れを求める、あるいは検討課題とするよう滋賀県知事の加田幸子に求めている。しかし、加ダは滋賀県に メリットがないのに、地元負担はできないとして、2010年11月には現状の地元負担があるため、滋賀県の実質的負担額は2割弱のままでは、県内の延長に否定的な見解を示した。これに対し、当時の大阪府知事であった橋本徹は、建設費が安く、名古屋方面への利便性をも考慮すると、前原ルートが現実的であるとし、 課題に対して、受益者となる大阪として、費用を負担する用意があると、発言。2011年1月には森に対して、同様の申し入れを行った。関西広域連合では、2011年6月より、広域インフラ検討会を設置、オバマ、古才、前原の3ルートについて、比較検討を行ってきたが、2012年3月25日には、 北陸新幹線ルート提案に係る基本方針をまとめ、2013年3月28日、関西広域連合は建設費が最も安く、後期も最短として、米原ルートを政府に提案する方針を決めた。これを受けて、滋賀県では、米原ルートが有利としつつ、北陸新幹線鶴ヶ外線ルートに関する滋賀県の考え方を表明。 建設費負担は受益に応じた負担とし、関西全体で解決すること、並行する在来線区間を、並行在来線として、JR 西日本から分離しないことを解決すべき、課題として挙げた。これに対し、沿線の福井県では、若さルートを推進する方針ではあるものの、建設費が巨額なため、まず認可申請済みの南越までの着工認可を優先し、 鶴ヶ異性のルート決定はそれ以降の問題としていた。福井県内の沿線自治体で組織される北陸新幹線若狭ルート建設促進同盟会も2003年度から2013年まで活動を休止していた。そのため、鶴ヶ市長の川瀬一時は鶴ヶまでの着工が決まる前の2007年には前原ルートを支持する発言を行っていたが着工決定後は 若狭ルート市示に同調している。また、2012年11月5日には、京都、福井、兵庫三府県の日本海側ご市長で作る、若狭、丹後、田島中日本海交流会議は、若狭を通る、オバマルートを整備するよう求める共同アピールを採択した。2015年4月7日、関西広域連合の連合長を務める兵庫県、知事、井戸都蔵は、 マイバラルートに対して否定的な見解を示し、関西各県と相談したいとの趣旨の発言を福井県で言ったが、この発言に対して、同年4月23日の会合で、滋賀県知事の三日月大蔵が真意を正すという場面があり、井戸は福井県知事選挙の応援のためのリップサービスであり、関西広域連合として、マイバラルートを堅持する方針であると陳謝した。 2015年8月6日、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪の6府県選出の国会議員10人で構成される与党 PT の検討委員会が発足。委員長は福井県第2区選出の代議士である高木武氏となる。高木の意向では滋賀を除く5府県から選出する予定であったが、福井駅選考会業等検討委員会の 委員長を務める岡田が、滋賀の議員も入れるように主張し、同プロジェクトチームの座長である、稲田智美も了承したという経緯がある。2015年8月29日、JR 西日本が、オバマルートの変形として、オバマ市を経由し、京都駅も通る第四のルートを車内で検討していると明らかにした。この動きが報じられた、翌日の8月30日に、三日月は、 前原を経由しないことに対する不満をあらわにしたのに、対し、9月3日には、京都市長の角川大作が歓迎したいと発言。同月7日には、福井県知事の西川一世が、記者会見で、オバマ、京都ルートについて、正式に出てくれば検討する必要があると、オバマルートの一つとして認識しているとした。同等日には、高木が、オバマ、京都ルートを、 検討対象に加えると発言し、同16日には、真鍋が北陸とのつながりを考えると、京都も重要な拠点、関西と北陸とのつながりを考えれば、早期開業が望ましいと発言した。さらに、高木が復興大臣に就任したことから、検討委員会の委員長が参議院、京都府選挙区選出の西田昌司となり、その西田が、 京都駅経由は絶対とした上で、市案でもあった、舞鶴ルートが委員長案として、急浮上する。これに対して、京都府も舞鶴ル,ルート案を押しながらも、そのデメリット面も考慮して、オバマ、京都ルート案にも、一定の賛意を示している。2016年1月21日、大阪府知事の松井一郎が、検討委員会に、鶴井生ルートは、国や与党に任せるべきだと述べ、 関西広域連合として支持を表明してきた前原ルートにこだわらないことを明らかにした。これを受け、読売新聞は JR 西日本などが検討しているオバマ・京都ルート案が有力になったと報じ、日本経済新聞は議論は京都市を経営する案を軸に進む可能性もあると報じた。2016年1月26日、 JR 西日本社長であるマナベは、与党検討委員会の意見聴取の場で、前原ルートは、乗り入れ先である、東海道新幹線の運行ダイヤが過密になっていることや、技術的課題があるとして、否定的な見解を示した上で、オバマ、京都を経由し、新大阪に結ぶルートが望ましいとの見解を示した。JR 西日本の意見表明に対し、 与党 PT 座長の稲田智美自民党、政調会長は、京都駅を通ることは、北陸の希望に相当評価。石川県知事の谷本正則と富山県知事の石井、隆一も、早期の一本化に向けて、意見集約の方向性が見えてきたことに対して、一定の評価を示し、大阪府知事の松井一郎は、決まるなら、歓迎するトルートにこだわらず早期着工を求める。 考えを引き続き示した。また、関西広域連合も2016年1月28日の主張会合で、これまで、前原ルートを支持する方針を事実上撤回し、以後は要望するルートを絞り込まないこととした。2016年3月15日、福井県知事の西川一世は、時間的にもコスト的にも様々なことを考えてみると、最も妥当なルートであるとして、 オバマ、京都ルートを求める立場を表明し、県議会においても、オバマ、京都ルートで、早期整備を求める決議を賛成多数で可決。5月8日には、福井県北陸新幹線建設促進同盟会も、オバマ、京都ルートの採用を決定するよう国に求める、決議を行った。6月18日、北陸新幹線、若狭ルート建設促進同盟会は、 北陸新幹線をオバマ、京都ルート建設促進同盟会に改名して、オバマ市内で総会が行われ、オバマ市長の松崎康二は、利用者の利便性、時間短縮の観点から最も優れたルート、県全体の飛躍的発展につながるとして、オバマ、京都ルートの優位性を述べて、大阪までの北陸新幹線全線開業の早期実現を国に要求した。さらに、 富山県もこの動きに同調し、県議会の自民党県連の中川忠明幹事長は決断を評価したい。JR 西も推している案であり、決議は順当と支持する考えを表明した。これに対し、京都府知事の山田刑司は2016年2月17日の与党県党委員会で事業主体であり非常に重い、一つの大きな軸だと思うとしつつも、 京都府北部五市二町の経済規模は、福井市並み、北陸とつながることで、日本海側の経済発展の基礎を作ることができる。若狭地域を含む日本海側にも、国土軸は必要と、舞鶴と京都を経由するルートを求める立場を表明し、京都市長の門川対策も、舞鶴を通るルートが魅力的と同調。3月5日に、北陸新幹線京都府北部ルート誘致。 促進同盟会が設立された。6月7日には、山陰新幹線を推進する、自治体で構成される山陰住管、超高速鉄道整備推進市町村会議の総会が東京都内で行われ、北陸新幹線京都府北部ルート誘致、促進同盟会と連盟で、最も効率的で円滑、合理的として、舞ズルルートを求める決議を採択した。 翌8日には地方創生担当大臣で参院新幹線を実現する国会議員の会の会長を務める石場茂宛への要望書を提出した。さらに、滋賀県知事の三日月大蔵は JR 西日本はオバマ、京都ルートを表明したことには大きな意味を持つとしながらも技術的課題があるなら国が一丸となって克服すべきだとして 前原ルートを求める立場を堅持した。2015年12月11日の検討委員会においても、投資効果が高く、限られた財源の中で、北陸から近畿、東海への時間短縮につながる最適なルートとして、前原ルートの優位性を強調した。2016年9月には、滋賀県が前原ルート、大浜、京都ルート、舞鶴ル,ルートの3案について、 独自に建設費などを試算し、米原ルートが建設費が安く利用者数が最も多いことなどから最も整備効果が高いと結論付けた資料を公表した。2016年4月27日には、鶴ヶ京都間の検討対象を、オバマ、京都ルート、舞鶴ルート、米原ルートの3案とし、京都から新大阪間は東海道新幹線の北回り。 南回りの2案としてそれぞれ案を比較する方針も明らかとなった。ルートの調査は概ね半年程度かけて行うとされている。2016年3月24日の検討委員会では当初5月末までとしていた国土交通省へのルート調査発注の時期を4月中に前倒しする見通しを示した。与党 PT 座長と自民党政調会長を 兼任する稲田智美は、鶴ヶから新大阪間の財源確保について、調停金利の財政投融資を当てられる仕組みを検討しており、日銀のマイナス金利政策を活かして進める議論を踏まえた上で、夏までに一定の方向性を出したいと述べた。国土交通省は、2016年11月11日、与党 PT に対し調査結果を示し、合わせてその概要を、 報道を発表した。具体的には、オバマ・マイズル京都流と、オバマ京都流と、マイバラルートの費用対効果を示し、さらに参考として、オバマ・マイズル京都流と、オバマ京都ルートの京都から新大阪間を、関西文化学術研究都市経由を想定した、B、C も示されたもので、オバマ京都ルートとマイバラルート以外は B、C が1.0を下回るという結果となった。 これを踏まえて今後2016年末には最終結果を絞り込む予定であり、さらに2017年度の政府予算に調査費を計上して2026年度の開業を目指すとした。2016年12月14日に与党 PT の検討委員会はルート3案の内福井県小浜市から南下して京都駅につなぐ小浜京都ルートが適切とする。 中間報告をまとめ、京都から新大阪間は、判断を先送りし、山間部を通る北回りか、京都南部を経由する南回りかを2016年度内に決める方針を打ち出した。後期は15年で建設費は2兆700億円の予定。政府は12月19日に示した2017年度予算案で、整備新幹線建設費において、 地方負担などを含めた総額を2016年度から28%増えた2630億円とする方針とした。同月20日に与党 PT はオバマ・京都ルートを正式採用した。国土交通省は財源確保の見通しが立たないために着工時期を2031年度と想定しているが、沿線自治体から着工時期前倒しや後期短縮を要求する声もある。 2019年3月4日の福井県議会では、東小浜駅付近に新幹線駅を設置する計画を示している。また、福井県、京都府、大阪府の地質調査が同月に終了し、鉄道、運輸機構では詳細調査と合わせ、市街化、宅地化の現状や交差する高速道路などの状況も考慮しながら環境アセスメントを行うための大まかな駅、 ルートの検討を進めており、今月末頃に公表する見込みとしていると言及している。京都駅から新大阪駅間のルートについては、見直し付近を経由する北回りルートと関西文化学術研究都市を経由する南回りルートの選択肢があった。このうち南回りルートについては、 京都大学大学院の藤井里志教授が沿線開発効果が非常に大きいと述べているが、福井県は北回りルートの方が時間短縮効果が大きいとしており、JR 西日本も建設費等の面から北回りルートを推していた。敦賀から京都までのルートが決定した後に本格的に検討を行った。この中で南回りルートになった場合、県北端を通過する。 可能性のある奈良県知事の荒井翔吾は南回りルートで開業しても奈良県内から北陸へは JR か近鉄で京都駅を経由するのが一般的で財政負担に対するメリットがないとして県内を通るルートに反対する意向を示したこれを受け2016年11月以降は南回りルートについては奈良県にはみ出さない形となる 京都京田辺市近辺大阪というルートが、訴状に上がることになった。国土交通省は2017年3月7日、両ルートについて、建設距離や所要時間などの試算結果を公表した。検討にあたっては、南回りルートは、従来からの、聖火、西木津地区経由に加え、松井山手駅付近を経由、新田辺駅、京田辺駅付近を経由の3案で示された。 表中の諸数値は、鶴ヶ駅から新大阪駅間に対してのもの。このように、学研都市経由及び、新田編、京田辺経由では B、C が1.0を下回るものの、松井山手駅付近経由は、北回りルートと遜色ない結果となった。加えて報告書には、事業費等の観点からは、北回りのルートが優位である一方、既存の鉄道ネットワークとの接続、 地域開発の潜在力等の観点からは、南回りのルートも有望と考えられるとの結論がなされた。これを踏まえて、与党 PT の検討委員会は、松井山手駅付近に新駅を設ける前提で、南回りルート採用を大筋で了承。JR 西日本も与党が決めたルートで最善を尽くすとして、南回りルートを容認している。2017年3月15日。 与党 PT として、南回りルートを正式採用した。なお、南回りルートの検討が本格化した背景には、道府県ごとに距離に応じて、費用負担を行う整備新幹線のスキームにおいて、京都府への配慮があったとも報道されている。北回りルートの場合、京都駅以外に駅設置がされないため、京都府にとってはメリットが少ないと考えられていた。ルート選定には、 直接関わらないが、愛知県知事の大村秀明は、2016年7月の定例記者会見で経済効果を考えれば、鶴が舞原間を作り、東京福井、金沢間は、北陸新幹線より、名古屋でリニアに乗り換えていく方が圧倒的に早いのではないか。物流では、北陸から関西と中京は、ほぼ同等となっており、北陸と中京とのネットワークが、 相対的に細くなるようなことがあれば、北陸、中京のみならず、日本の国内経済的にもマイナスではないかとの見解を示した。同年8月には、愛知県が名古屋商工会議所、中部経済連合会と連名で国に対して、中京圏と北陸圏をつなぐ、高速鉄道ネットワークの確保と充実に関する要請を行っている。経営分離の対象とされる、 平行在来線の扱いについては、不透明な点が多いが、滋賀県知事の三日月大蔵は2016年2月3日の記者会見で、オバマ、京都ルートとなった場合には、湖西線が平行在来線の対象となると、JR 西日本から説明を受けたことを明らかにした。湖西線の沿線地域にあたる大津市、高島市の市議会では、運賃の大幅値上げや減便を招き、 自治体財政を逼迫させるとして、北陸新幹線を延伸による、古際線経営分離反対決議を全会一致で可決されており、ルート選定後の工事着手に影響するものとみている。滋賀県が、前原ルートを強行に押す姿勢については、オバマ、京都ルートや舞鶴ル,ルートでは、滋賀県を通過しないのに、並行在来線として、 運行経費の重みやすい湖再線の運営を事実上滋賀県に押し付けられる形になることを懸念しているのが本当の最大の理由ではないかと指摘する声もある。オバマ、京都ルート決定後の2018年5月22日に行われた沿線自治体で作る建設促進同盟会の席では三日月が鶴ヶ大阪間に並行在来線は存在しないとの見解を述べている。 2016年2月3日の滋賀県知事記者会見を報じる産経新聞では、前原ルートとなった場合には、北陸本線が並行在来線の検討対象になる可能性が高いと報じた。一方、舞鶴ル,ルートが選択された場合、山陰本線、舞鶴線、小浜線が並行在来線の対象となりうるとの報道があり、舞鶴ル,ルートが直接経由しない。 福知山市の松山正春市長や亀岡市の桂川隆広市長は懸念を示した。並行在来線とは厳密に異なるが、与党検討委員会が2016年2月4日の会合で行った北陸経済連合会からの意見聴取では、マイバラルート以外の場合は、中京圏に移動する手段の維持と改善の要望があったことを明らかにしている。なお、 関西広域連合では2016年5月にも経営分離される平行在来線などの課題について考え方を示す方針であるという。与党 PT の方針が決定した後、オバマ氏はオバマ線が平行在来線問題の対象となることもあり、遊びや通勤、通学の範囲が広がるというメリットがある反面で、オバマ線がどうなるのか少し心配という。 沿線住民の声もあった。一方、2016年12月21日の JR 西日本社長会見においては、平行在来線はルートの方向付けがされた段階なので、特定の線区の扱いをまだこわだかに言う時期ではない。全くの白紙としている。その背景に、FGT の導入の不透明な背景で、鶴が開業時は難しく、当初予定の25年度も、 非常に難しいと思う。どのタイミングで導入可能なのかは読みにくいし、現時点で全くわからないとの見解であり、沿線自治体との調整を今後している方針であると述べた。滋賀県に関しては、琵琶湖ワ山海側鉄道という大見今松駅、上中駅間をつなぐ路線の促進運動もあったが、オバマ、京都ルートに決定したことで、オバマ市側から予算が出ないことから運動も、 中止となった。要望看板も撤去されている。ありがとうございます。